それでは難しいコードの押さえ方にもチャレンジしましょう。今まで A コードは3本の指で押さえていたと思うんですけれども、今回人差し指1本で押さえてみましょう。押さえ方は4弦の2フレットを人差し指で押さえて、そこから押しつぶすようにして3弦と2弦を押さえます。この時のポイントは上から押しつぶすようにすることと、指の腹で1弦が鳴らないように軽く触れていることがポイントとなります。松岡さん、弾いてみてください。はい、そうですね、ちょっとピッキングの当たりが悪かったですね。5弦から下を鳴らしてみましょう。なかなか綺麗になるのは難しいんですけれども、一緒に練習してみてください。次に G コードをバレエコードで押さえてみましょう。バレエコードとは人差し指1本で6本の弦を押さえることです。このようになります。松岡さん、3フレット目を人差し指で押さえてみましょう。はい、それでは弾いてみてください。この時ポイントになるのが、人差し指と親指で挟むように押さえること、指の腹を意識して押さえることが重要になります。松岡さん、もう一度弾いてみてください。はい、さっきよりもきちんと鳴っていますね。それでは残っている3本の指で E コードの形を作ってみましょう。5弦の5フレットを薬指、4弦の5フレットを小指、3弦の4フレットを中指で押さえます。合ってますか？そうですね。それでは弾いてみてください。はい、この時なかなか下の2本がきちんとならないんですけれども、指の腹を使って押さえることを意識してもう一度弾いてみましょう。はい、そうですね、なかなか綺麗に鳴らすのは難しいですけれども、一緒に練習してみましょう。